上清吉寺は神奈川県横浜市南区清水が丘にある日蓮州の寺院。3号は栄玉山。旧本山は美信山工藤寺、脱四法園。遠方4年、吉田官兵衛が会期となり、美信山工藤寺31世一円院美脱を、開山に吉田神殿に創建。遠京5年本堂再建。明治32年戦闘小生館付近が、 日元とされる雲井町の火事で清政坑道と主童を残し消失する。明治38年本堂再建。大正12年関東大震災で再び消失し、伽藍すべて怪人となった。昭和10年本堂再建。昭和20年横浜大空襲で三旅伽藍は全焼する。昭和27年現在地に移転して仮本堂を建立。 昭和44年現在の本堂が再建された。三号は、官兵衛の父の法名、春新院坂枝真日章にちなみ、寺名は、官兵衛の法名、雲仙院、上期吉日鈴から取ったものである。鉄筋コンクリート地下1階、地上1階、清正公道も1978年に、常木吉寺の本堂へ移転したが、長者町周辺地域住民からの要望により、 1998年に長者町9丁目にある立体駐車場の一角に清正行動部員として再建された。ありがとうございます。